じゃじゃん。今からロープウェイに乗って山の上まで行きます。ロープウェイに到着した。じゃじゃん。こっからちょっとチケット貼って並びたいと思います。今回訪れたのは蔵王ロープウェイ。ロープウェイは山形市蔵王温泉の蔵王ふもと駅、樹氷高原駅、地蔵山頂駅を結ぶロープウェイで、夏は観光客や登山客、冬はスキー客でにぎわうスポットだ。山頂の標高は1661メートル。この日の山頂の気温はマイナス12度。この日はスキーの大会が行われ、スキーウェアで身をまとった方々が大勢いる。極寒の中をミニスカートで悪目立ちしながら進んでいくアンズ。どう見ても間違いだが、そんなことは気にしていられない。降り立った先は真っ白な吹雪の世界。アンズが東北最後に選んだのは山形県。秀麗な山々に囲まれ、南から連なる各盆地と庄内平野を母なる川最上川が流れる。ここ山形は自然と人間が調和して存在するもう一つの日本が広がっている。0度以下の水の粒が樹木にぶつかることで凍ってくっつき、薄い氷の層を作り出す現象、その名も樹氷。そう簡単にできるものではなく、多くの自然条件が整わなければならない。非常に層が薄く繊細なものから大きな雪の塊にまで育った大迫力のものまで様々。奥羽山脈の一部の特殊な気象条件と植生が作り出す世界でもあまり類を見ない氷と雪の芸術作品。一つとして同じものはなく、刻々と変化するその姿は雄大で繊細。中でも大きなものはスノーモンスターやアイスモンスターと呼ばれ、海外からの観光客までも魅了している。大自然の脅威を体感する山形の郷土遺産、宝物なのだ。しかし気象上昇などからその規模は年々スケールダウンしており、21世紀末にはそもそも樹氷ができない環境となりかねないと警鐘を鳴らしている。そんな雪と氷の芸術になぜかミニスカできてしまったアンズ。ここで山形出身の有名人の話をしよう。平成の団地妻、愛人にしたい女ナンバーワン、国民の愛人など独特のキャッチフレーズでおなじみ橋本まなみ。当時梅沢富美男がどうしても口説きたいと下心丸出しで温泉に誘ったりしたが、あえなく玉砕。後に橋本まなみは、おじさんって昔話をして自慢をしてくる人が多い、特に梅沢さんはその傾向があると夢芝居を歌っていた若い頃はすごくモテたという話ばっかりしてくるなど、
梅沢の悪癖を暴露。ん？待てよ、橋本まなみは国民の愛人というキャッチフレーズだが、おじさんの昔話や自慢話を嫌がる時点でこの女愛人には全く向いていない。さらに名前からしたら秋田県出身が妥当な秋田家城、女優やバラエティ番組で活躍しているほっこりと優しいイメージが強いこの女性、実は若い頃はセクシーダンサーだった。言ってみれば元祖橋本まなみ、昭和のガンジズマ。若い頃はとにかく綺麗で今とは別人との記事が見られた。気になったアンズはダンサー時代を検索してみると、そこには全くイメージ通りの秋田家城の画像があった。じいちゃんばあちゃん、なんでこんなに可愛いのかよ。いつの間にか夜です。イノシシ怖い。イノシシが出るらしい道を進んで今日の宿に到着です。今女性の方一人ですね。そうなんですね。ゆっくりお入りください。お風呂はこちら側になりますので、お部屋ちょっと寒いですけど、廊下はかなり寒かったです。長い廊下でここ山田町長でここ1階なんですよ、はい、でここ女性のお風呂です。手前隣の男性の、ちょっぴり早口なおかみさんにお部屋を案内してもらいます。ちょっと何言ってるか分かりません。せーの、あ、トイレだ。水道管凍っちゃって水しか出ないらしい。冷蔵庫は自分で電源を入れるスタイルです。すごい節電じゃん。旅行中に訪れる旅館はだいたい部屋が広すぎて困ります。恒例のベッドダイブを忘れてしまいました。よかった、いいじゃん。あったかいお部屋。こういう扉を開けるのなんだか怖く感じます。浴衣もあります。ちょっと食料調達しにコンビニまでお散歩したいと思います。発見、セブンイレブン、いい気分。10分くらい歩くとコンビニがありました。このおばあちゃんの家に帰ってきたかのようなインテリアが安心感を感じます。貸し切り温泉に行ってみたいと思います。言い忘れてましたが、今日アンズが訪れているのは上の山温泉です。この宿案外広くて道に迷ってます。しっかり施錠しました。温泉にはお団子ヘアが必須です。タイツが靴下と一体化しちゃいました。タオルが1枚しかなくて、このままお風呂に入ると拭くものがなくなりそうで困り顔です。この日は女性客がまさかの私一人ぼっちということで、貸し切り風呂も女湯も独り占めできました。無色透明のお湯です。とりあえず入ってみます。日中ありえないくらい寒かったので温泉の温かさが染みます。ちょっと何言ってるか分かりません。東北の旅であざまみれの足を披露しています。カメラも何か所かに置いてみました。
の山温泉の特徴は温まりの湯、温まる湯と呼ばれているほど保温効果が高い温泉らしいです。塩分が皮膚について汗の蒸発を防ぐというなんとも奇妙な仕組みで、実際よりも体感温度が熱く感じるみたいです。なんだこの画角、パンズもすぐのぼせてきちゃってずっと一段上に居座ってました。福島のスパリゾートハワイアンズに行った時に全然泳げなかったので平泳ぎの練習です。今日もダメでした。美肌の湯とも言われているらしいので限界までお湯に入る気持ちで挑みましたが、のぼせてしまう前に撤退です。またね。今更ですが、なぜアンズは山形で温泉を訪れたのかを発表します。山形県内には温泉地が130カ所以上もあります。しかも35ある市町村すべてに温泉が湧いているという温泉県です。またね。お風呂入ってきました。長い時間使ってたからのぼせちゃったんですけど、さっきねコンビニで買ってきたスパークリングワインと生チョコがあるので食べたいと思います。なんかワインと言ったらチョコかなと思って、生チョコ。お風呂行く前にちょっと食べちゃって少なくなってるんだけど、無事事故なく旅に行っていることへの祝杯を。アンズの野望の安全祈願を願って。色はよくわかんないけど、色は白い系だ。あんま、めっちゃ甘い。山形高畑ワイナリーってところらしいよ。とにかく美味しいからみんなも食べてほしい。うんま。ちょっと甘い甘いだからしょっぱいが欲しくなってきた。ラフランスゴブレット、余裕が回ってきたんだけど、あーやばい、後から来る、あー酔ってる、うん、うん、あダメだこりゃ、やばい、もう寝たい。貸し切りじゃない方のお風呂に一旦ちょっと寝て、元気出たらお風呂入りに行く。ここで山形県出身の有名なアーティストを紹介しよう。キャインのウド鈴木。私も生まれ変わってもまた私に生まれたい。内村照吉、千秋と伝説のユニットポケットビスケッツを結成。ポケットビスケッツはイエローイエローハッピーをはじめとして3曲のミリオンヒットを記録するなど異例の人気を博した。神山温泉は足湯がね5カ所ぐらいあって自由に入れるのが、で朝6時からやってるので足湯に行ってみたいと思います。素足のまま外に繰り出します。さらに名曲孫で一躍有名になった大泉一郎。なんでこんなに可愛いのかよ。大泉実は
山形でさくらんぼ農家を営むただの一般人。52歳の時初孫が誕生し、あまりの可愛さに生後3日目に曲を勝手に制作。地元のカラオケ教室で歌いまくっていたら口コミでじわじわと人気となり、最終的には累計230万枚を売り上げる大ヒット曲に。事務所やプロデューサーなしで演歌歌手がここまで成功したという事例はこれまでない。本業がさくらんぼ農家の一般人が副業で紅白歌合戦に出場するというチェリーシンデレラストーリーだという感じで、山形県を旅してみました。氷雪のお祭りなのを見てから、この旅館に宿泊してこじんまりしてるけど、すごい温泉もあったくて気持ちよかったし、足湯もあって最高でした。山形県チェリーシンデレラよ。バイバーイ。次はどこに行くでしょうか。続きはお楽しみに。安全の野望、いざ宇宙人。Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get.Let them guide your life towards regret. Progress, I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I'd like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time.I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drownThey wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. ということで、念願の東北6県を制覇しました。人の優しさや温かさ、それぞれの場所の魅力に触れてとても楽しい旅でした。皆さんもぜひ東北を訪れてみてください。東北6県打ち取ったぞこの動画がいいと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。メンバーシップ始めました。詳しくは概要欄をチェックしてみてください。Twitter、TikTok、LINE ブームもやっているので、各種フォローお願いします。バイバーイ。